あ、来た。遅っ、まあまあ、先日本社の新卒採用の書類を提出しました。私は才能ある地下アイドルの子を発掘する仕事がしたいです。改めて松浦さんが採用したいと思う基準を教えてください。お願いします。これまともな話が一番不得意だよな。いやそんなことない。今日は得意だと思うよ俺。いや俺何回も言ってんじゃん。お願いします。だからお前に何ができるんだってことじゃん。でもこの人は才能ある地下アイドルの子を発掘する仕事がしたいか、できるのかどうかってことね。っていうか、うん、これそれでいいんだけど、誰にもできない、あの、何よく言うじゃん、人、何自分自体知ってやな。もっと今日調子悪いでな、はい、あのね、あの、はいはい、忘れちゃった。あんたにしかできないこと。君にしかできないこと。ことは何っていうが聞きたいと、誰にでもできることはいいから、はいはい、あなたにしかできないことは何ですかって。それ何でもいいんですか。何でもいいから、めちゃめちゃ誰にも負けないってことは、ある人がいいって言って、いいっていうか採用したいって言って、だって自分がそうだったからさ。だって俺は普通に考えたらどこも受かんないし、そう俺が別にあの普通にどっか就職試験受けたらどこも入れなかったよ、うん、でもなんか自分はなんかそのダンスミュージック知ってた、誰にも負けんと思ってたから、それだけで仕事できたから、うん、そういう意味で言うと、なんか俺は誰にも絶対負けないぞ、俺にしかできないぞっていう、なんか誰でもできるようなこと知ってるって、なんかエクセルできたってパワーポイントできたって別にどうでもいいみたいな話。なるほど。いや俺そこで聞きたいのは、本絶対突っ込みたい。ここは突っ込みたい。絶対ダンスミュージックに関しては誰にも負けないな俺ってやっぱり思ってたんですか。思ってた、うん、あ、やっぱ思うんや、うん、だってネットがなかったから、あ、自分より詳しい人がいたと思うけど分かんないじゃん、だってどこにいんのか。でも周りを見る限り、あ、俺が一番やなと。それはレコード屋のさやつとかさ、DJ とかとかと同じぐらいには知ってたよ。でも多分、でも俺世界中のレコードを輸入したから、はいはい、途中からね、はいはいはい、それも1枚ずつだよ全部。ダンスミュージック、でそれ全部聞いたの。全部聞いた。へえ。それはあの最初からこう、まあ、買ってレコードだから載せた途端にダメなもん聞かないよ大体。載せた途端に分かんの。イントロで、イントロで分かんの。水見りゃイントロもサビもどこも全部分かんだよ。イントロ聞いてサビ聞いて、よかったらもう一回ちょっと聞いて、そこでダメならもう聞かないっていうのをずっとやり続けて、何万枚も聞いたよ。何万枚っていうか一日に大体、あれ、ダンスミュージックに出会ったの大学の何年でしたっけ。何がダンスミュージックに出会ったの大学の何年生でしたっけ。大学になってすぐ、すぐ、じゃあ4年間、うん、延々それやってたわけ。だから最初は買ってたから自分じゃ聞けないじゃん、はいはいはい、今みたいにネットでさ、なんかどこでも転がってるわけないから、いちいち買いに行くか、うん、ディスコ行って聞くしかないんだもん、はいはい、そういう時代だったけど、はい、だったからそういうやり方だって。今だったらもう本当に詳しくなきゃダメじゃない。めちゃめちゃ詳しくないでしょ今だったら。詳しくなきゃダメ。まあ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 、調べようと思ったら何でも今調べられるからね、時代的に。俺のは詳しいってやつがすぐネットで出てくるでしょ多分。本当今はすごい大変だと思う。でも当時はやっぱ俺が一番やと思ってた。一番か二番かは分かんないけど、まあ相当俺やってきてるぞと。やってるし、そういうものを作って世の中に出す方法とか術とかを知っちゃってたからっていうことかな。でもそこに至るまでになんか見た目が聞きまくってたから、うん、絶対負けないって思ったけどね。でも逆に聞きたいのは、そのユーロ、ダンスミュージックに出会うまでの、まあ、18年間の中でこれは俺ハマったわっていうことはないんですか。女次、はい